ご視聴ありがとうございます。ゼルダの伝説の、ティアキンの2周目のですね、シナリオを進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。こちらなんですが、前回ですね、この炎の神殿のカルクリを全部解きまして、まあ、いよいよというのは、ここのですね、ボスとの戦いになります。で、後半はですね、ちょっと物語上ちょっとのお話になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。今回はですね、戦闘はですね、このボス、ボルトゴーマとの戦いだけとなります。はい。で、ボルトゴーマなんですけども、いきなりですね、ここにですね、ユンボーに飛んでいってもらう必要があります。このね、ちょうど天井に張り付いてるんですね。ちょっと上見えますかね。はい。これですね。で、ここからですね、戦闘になります。で、ボルトゴーマなんですけど、かなり強いですので、まあ、準備していかれた方がいいと思います。まあ、ちょっと一つの戦い方っていうので、ちょっと今回、やってみますので。で、ボルトゴーマなんですけど、まあ、この戦いが終わって以降は、地底にも現れますので、まあ、ちょっと一つ参考になればと思います。基本的には戦い方は一緒になると思います。ただ天井に張り付くっていう感じではないので、地底の場合は全然関係ないんですけど、ちょっと確かにボルトゴーマの戦いに関してはナンバリングじゃないですけど、まあ、動画1本アップしてるはずなので、もしよろしければこちらを見ていただけたらと思います。はい、ボルトゴーマですけども、弱点はですね、足と今見えてますね、目になりますので、はい、ちょっとユンボーとの連携しながらの戦いになります。足をね、2本倒すと動けなくなりますので、はい、まずですね、この足を壊していきます。あ、外しましたね。当たったら痛そうだろ、気をつけるから。火力があっても結構なダメージ食らいますので、お気をつけください。で、ここはですね、やっぱり灼熱ですので、やっぱり耐火装備必要になりますね。で、あれがね、爆発するんですよ、事件爆弾が。なのでちょっとあれが来たら離れた方がいいです。で、後半なんてあれで囲まれちゃいますね。そのチームありますので、ちょっと説明します。でも、こういったところではね、直接の攻撃あんまり食らわないんで。あ、食らっちゃいましたね、今ね。今何が食らったの、足食らったのかな。ハート3つぐらい減るんですかね。で、これで足を、あ、外した。で、爆弾の花は使いませんけど、あ、これたまたま当たりましたね。よかったですね。で、もう一本やると、ボルトゴーマが止まりますんで、その止まった隙に、目玉を攻撃する。これでぶつかりました。で、ボルトゴーマが止まりますんで、そしたらですね、この胴体に戻って、まあ、私の場合はですね、ハンマー系で撃って、腕が当たるんですよ。っていう感じです。で、ただですね、ボルトゴーマに関しては弓矢の攻撃が効くんですよね。それでもね、ちょっと今回やってみて、ちょっと見てみましょう。やってなかったです。なんですか、キースのね、目玉のこれ効きますんで、これ効きますね。こんな感じで効くんですよ。まあ、あ、ここで囲まれましたね。で、これはね、壊して脱出っていうのが基本になります。で、キースの目玉が効きます。あ、外した。まあ、基本的に効きます。はい、目玉は、まあ、私は面倒なんで、このキースの目玉使ってるんですけど、うん、今倒せますよ、大丈夫だよ。囲まれちゃうと面倒いんで、こうやって壊しましょう。で、キースの2個しかないですけど、もうこうなったらね、逆に弓矢で攻撃するのが楽だと思いますね。もうあと1発で倒せますね。案外上行っちゃった方が楽かもしれないですね、こうなってくると。まあ、目玉の何でも効きますんで、はい、で、これで終わりです。はい、ボルトコンボに関しては囲まれた時の脱出と、足さえ気をつければ、まあ、いろいろ当たらなければできるようになるんですよね。一撃はね、大変強いので、まあ、なんていうんですかね、この手
でのボスの中でも、まあ、あの一撃は強い方ですね、かなりね。だからそこはちょっと、ぜひちょっと気をつけて戦うことをお勧めいたします。で、さっきもちょっと説明したんですけど、これ以降ですね、ボルトゴーマ地下に現れますんでね、ちょっとなんかまた戦いたくなったなとかですね、あのボルトゴーマ狩りをしたい方は、ぜひ地下に行くといますので、ぜひちょっと戦ってみてください。秘跡もね、これで回収できますので、ね、この後はすいません、ちょっとストーリーになりますんでね、約10分ほどですかね。はい、貴重なハートの器ですね。はい、これで増えました。あ、まだ折り返しまでいかないんですね。で、これでね、ユンボーに話しかけるともう自動でストーリー進んでいきますんで、いわゆるですね、ご先祖様との対話になりますね。ユンボーもびっくりしますね。ユンボー手でかいっすよね、本当に。すごいっすよね、やっぱゴロン族はね。あ、みんな指で触るんですね。ユンボーの場合、手がですね、普通の人の手、あ、腕みたいな感じですからね。で、ここからですね、ダルケルの声と似てる人の。その声は、ずっと、僕らに話しかけてきてた人頃。我は、お主の遥か遠い。ね、ほんとね、何年前なんでしょうね。これちょっとぜひ、任天堂の公式見解を聞きたいです。初代ハイラルモに仕えたゴロン族の戦士にして、炎を司る賢者。これ、こういうの、なんていうんですかね、この今、私、今これ話そうとしてることは、この今、お二人が立ってるですね、この、お寺の、よくお寺にありますよね、こういう。お寺の庭みたいな、渦みたいな、波みたいな、この石のね、なんていうんですかね、ちょっと忘れちゃいましたけど。その目的は先ほど触れた石。私は最近はこういう庭のやつってあそこで見ましたね。前も言ったかもしれないですけど、甲府にありますエリンジっていうところでね、見ました、ね。そう、お主は初めて聞くだろう。だからまさかゼルダの伝説でね、またこれを見るっていうのはね、また不思議な気分なんですけど、ね、封印戦争と呼ばれた戦いと我が一族の定めを、まあ、実際このシーン大体この見るの3回目ですよね、リンクはね。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなく。そうですね、ガノンドロフがね、その国を滅ぼさんとする。ロン毛ですね、ロン毛になってんですよね、この時点でね。それこそが魔王だが、それに対抗すべく初代ハイラル王ラウン、よく見たらあれですね、ロン毛ですね。てかみんなロン毛ですね。魔王と戦うための、あ、みんなってわけじゃないのか。ハイラル王はロン毛ですね。お姉さんもロン毛ですかね、ロングヘアですかね。持つ者の力を倍化させる秘宝。だから考えてみたらガノンドロフはあれ倍化するっていう力って言ってましたよね。っていうことは実際のオリジナルはそんなに強くないんじゃないかなと思うんですよね。我が渾身の一撃をやすやすと弾く強靭さ、比類なき攻撃。ついに国王ラウル魔王を倒すことはできない、うん、そうですね。秘跡がなかったらガノンドルフはそんなに強くないんじゃないかっていうのが、すみません、私の現時点での結論ですね。まあ、実際強いですよ、強いですよ。まあまあ、このね、後にまたラストで戦うんですけど、言うほど強くないかなと思うんですよね。そのしばらくの後、いや、ほんとよくね、このゼルダプレイヤーが言いますけど、ライネルの方がよっぽど強いよね、方が、あれ分かりますよね。ゴロン族の定めを決定づけた。あ、時の賢者が。でも時の賢者はこれは、あれですかね、燃えずの薬を使ってるんですかね。魔王は復活してしまいます。ゼルダ姫はね、まさか耐火装備つけてくるわけにはいかないですもんね。必要となるのです。まあ、ていうかこの時代に耐火装備があったかどうかわかんないですね。どうか剣士リンクに貸してください。明らかに燃えずの薬ですよ。なすべきことが定まった瞬間だった。
討伐は我らの。ミリーもこれなんでマスクつけてるんですかね。我がゴロン一族は魔王復活の時再び炎の賢者として目覚め。そういえばなんかね、不思議ですね。剣士リンクと共に時の賢者と魂の賢者はマスクをつけてないですよね。あとまあ国王ラウルもね。でもなんか四賢者に関しては全員マスクつけてるんですよね。これが封印戦争の全貌と我が一族の定め。お主らの活躍でゴロンシティは救われた。しかし魔王復活は近い。もう行くと自動的に復活しますからね。どうかお気をつけくださいこれね。どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。果たしますよ。本当ユンボーすごいですよ。本当にユンボーだけじゃないですけど、みんなすごいから。この四賢者、リンクと共に戦うのが僕の定め頃。僕にそれを継いでほしいって本当に。僕はご先祖様たちみたいに立派じゃないけど。いやユンボーお前立派だよ。でも、ここで迷ってちゃみんなに恥ずかしい頃。そう立派だよ。いつまでも甘えた僕じゃない、やってみせる頃。マスクしてる時なんか自信満々だったじゃないか。お前、おお、かっこいいですね。なんかね、ニンテンドー売りそうだけどな。なんかな、ニンテンドーショップでなんかキーホルダーとかなんかつって、おお、なんか横綱みてえじゃん。なんか僕は炎の賢者、使えるしね。本当に洞窟行くのも使えるし、すごい力だよ君。自信持ってよ。君のこの戦いで何度助けてもらったことか。リク、手を出すごろ。全然違うじゃん大きさが。炎の賢者ユンの名において君と共に戦うことを誓うよ。大活躍でじゃん。あんた受け取って、これがその証頃。いや、来た。本当ですね、こうユンボーが来るとやっぱり洞窟は楽になりますよね。もういちいちね、爆弾でね、やったりとか、岩で壊したりとかしなくて済みますんでね。ぜひね、ユンボーと共に旅に行ってほしいと思いますね、ほんと。ね、ほんと楽になりますよ。洞窟はほんと格段楽になりますよね。まあ、ほんと鬼のように洞窟ありますからね。僕の力はいつでもリンクに一緒ごろ。君の隣に立てるように強くなるから。大物のものもね、実は結構ダメージ与えられるんじゃないかなと思うんですよね。岩ロックなんてね、ちょっと私あんまやったことないんですけど、ちょっとね、腕とか壊せるんじゃないかなと思うんですよね。それ実践してみたいですね。ルージュの雷はね、結構有効ですね、岩ロックは。ね、ちょっとやってみたいですね。ライネルはね、全くないわけじゃないんでしょうけど、あんまりやんないですね。はい、みんな正気に戻りますね、これでね。美味しいわ。骨付き肉って不思議ですけど、美味しそうに見えますよね。はじめ人間ギャトロスが食べてるやつでさえ美味しそうに見えますからね。あれをなんか食べるのを夢にしている人の中といったような気がするんですけどね。はい、でこれでユンボーたちがですね、強制的に帰っていきます。あれ、炎の神殿行きたかったら、またワープゾーンもあるんですぐ行けますんでね。ちょっとなんか宝箱取り忘れたなとかですね。そういうのはすぐ行けますんで。
ちょっと反省してますね、軽く。親方に怒られそうですね、なんか。ユン社長怒らないでほしい頃、ちっちゃいと頃なんですね。はい、はい、もうね、働いてね、みんなのね役に立ってください、本当にね。うん。まあでも本当にね良かったですね、ユンボ戻ってね。ユンボの武器かっこいいですよね、これね。もう手のとこなんて結構かっこいいなと思うんですよね。持ち手のとこっていうんですかね。うん、まあ美味しいは聞いてよかったですよね。あれなんか本当ね、うん、やっぱ精神的にダメになるもんなんでしょうね、あれね、本当ね。うん、考えるだけで恐ろしい頃。はい、でですね、ちょっと今この会話を楽しんでる間にちょっと次回以降のお話をしますと、次回はですね、ゾーラの里に行きます。でこれでですね4箇所が終わりますので、まあとにかくですね、次ゾーラの里になります。でゾーラの里行くと何がいいかっていうとですね、やっぱりあの泳ぐスピードが速くなる、あのゾーラの鎧なんかも手に入りますし、でなんだっけ、行けなかったところもね、ちょっと行けたりとかするようにできるので、それちょっとまたね、あの今回実はですねリクエストがありまして、まあ、ここの行き方教えてください的なリクエストがあったんですけど、それはねゾーラの里が終わんないといけない場所なので、それはね別途ちょっとご説明させていただきたいなというふうに思うんですね。というのが、次回以降の動画になると思いますので、またちょっとそれもねお楽しみいただけたらなというふうに思います。はい、ちょっとね、まあ、次回以降が、まあ、ゾーラの里ですね。まあ、綺麗なね、ゾーラの里になりますんでね、ちょっとお楽しみいただけたらと思います。そうですね。まあ、これであの、ゴロンゾね、ゴロンシティのですね、異変に関しては、これで正常に戻りますのでね、ゴロンシティ編はこれで以上となります。なので、こちらで終わりましたね。はい。というわけで、本日の動画はこちら以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。ありがとうございます。